ナンシー市街ナンシーは、フランス北部、グラン、テスト地域圏の都市である、ムルトイコールエイコールモゼル圏の県庁所在地、近隣の都市としては、約45キロ北に、メスが位置する、鉄工業で有名、ナンシーのスタニスラス広場896年、ナンシーの名は、ラテン語化された、ナンシーカムとして記された。これは、ケルト語の人名を、ラテン語化したものとみなされている。 1073年、トゥール司教ピボンの特許状大長においては、ナンシーに捧げられたオルリーと記されている。ナンシーの誕生は、11世紀のロレーヌ公ゲラルト一世が建てた、封建時代の城に関連する。その後彼の子孫によって、ロレーヌ公国の首都となり栄えた、シャンパーニュ博継承戦争中の1218年、ロレーヌ公テオバルト一世に支配された。 神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世によって、町は放火され徹底的に破壊された。その後再建され、新しい城によって拡張、防衛されるようになった。1477年、ナンシー郊外で、ウルゴーニュ戦争最後の戦いであるナンシーの戦いが起こり、シャルルトシ進行が廃止した。18世紀、ドレーヌ公の地位にあったポーランドをスタニスワフ一世の元で、 街の景観が整えられた。現在も広場の名前として、スタニスラスの名が残されている。スタニスラスが1766年に死去すると、ロレーヌ公国はフランス王国に併合されたが、ナンシーはそのままシュートになった。オーストリアの女帝マリア・テレジアの夫で共同統治者であった新生ローマ皇帝フランツ一世。ステファンはこの地の出身であり、スタニスワフ一世に上位するまでは、 ドレーヌ公であった、フランス革命最中の1790年、ナンシー事件が起こった。夫婦戦争後の1871年、フランクフルト条約によって、アルザスとも、ゼル県はドイツに併合されたが、ムルトイコールエイコールモゼル県にあるナンシーは、フランス領に泊まったため、ドイツ市民となることを拒んだ、アルザス人及びモゼル人の実業家や知識人たちが、 大勢ナンシーに移住してきた。ナンシーは新たな繁栄期と新たな文化の黄金時代を迎えた。15世紀頃からガラス工芸が盛んであったが、19世紀後半になると鉄工業が盛んとなり、信仰の中産階級が台頭した。1870年代から1900年代までの急激な人口増加でナンシーの都市化が無秩序に進行した。 1894年に創設された、ロレーヌ工芸会社は、後のナンシー派の集団で、エミール・ガレ、アントナン・ドーム、ルイ・マジョルール、ビクトル・プルーベ、ウジェーヌ・バランたちがいた。1988年、ローマ教皇のヨハネ・パウロ2世がナンシーを訪問した。ナンシーはフランス第5の金融都市である、国内主要銀行の地方拠点がある。ナンシーには、 ムレトイコールエイコールモゼル兼商工会議所が置かれている。ナンシーはフランス北東部第一の医療都市で大学付属病院が設置されている。ナンシー市内及び都市圏内には多くの私立クリニックがある。バンドゥーブルレナンシーとの間の平野にあるナンシーイコールブラボワテクノポールは国内有数の規模を誇る。ナンシーの気候はかなり大陸性気候の影響を受けた海洋性気候である。 冬は気温が低く乾燥する。夏は暑いが常に晴天とは限らない。霧は秋に頻発し、強風が吹くことは稀である。メテオフランスはナンシーイコール衛星観測所で測定された測定値を地元の天気予報に利用している。以下の気温表は1971年から2000年までの間にナンシーイコール衛星観測所で測定された平均測定値である。市の中心部にある スタニスラス広場、カリエール広場、アリアンス広場はユネスコの世界遺産に登録されている。スタニスラス広場を囲むように視聴者、ナンシー美術館、外線門などが配置されており、外線門を通って北のカリエール広場を抜けると、ロレーヌの旧館庭並びに、ロレーヌ歴史博物館がある。ガレやドーム兄弟のアントナンドームなど、ナンシー派の作品を所蔵するナンシー派美術館も、 存在する。カテゴリー、南ー出身の人物を参照。ありがとうございます。